さんとこないなんか。すごいね。反対側の方があるから。いや私164だよ。私164なんやけど、ゼロワンがでかいの。164センチあるのに、向こう行こう。ゼロワンがめっちゃ高い。めちゃくちゃスタイルいい。あー山田おる。たまたま超山田来た。山田来たで、おい。にぬいちゃんもおるわ。ちょっとフェラスみたいな。千葉さん、千葉さん、千葉さん。あー、アフィラが。リリーさん、喜んでるの。キャーって。あそこの外でちょっと道頓堀の反対側。まずあこっちの方が写真撮りやすいね。人おるね、そこのテラスでいいじゃん。リリーさんといたら、いや嘘でしょ。ちゃんと来てよ。あ、1100ね、されやす。ありがとう。あれ誰もついたの？ついてきてる。ここにしようよ。ここダメかな。ここはサーブ。中ダメだ。うん？中だと凸着づらいかなと思って。寒いけど。やばいね今日のコツ。あと5人。ここにいた方がいいかな。俺が聞いてくるわ。ちょっと来づらいかな。帰るか。私おると来づらいかもしれんからさ。え、そうなの。私おると、私がおるとさ、来づらいかもしれん。マジか。ゼロは一人の方がさ。そうだよ。だから俺にご飯でもね、ごちそうしようかなと思って。寒いしね、リリーさん。いやいや、ちょっともう寒いわ。寒い？耐えれない。じゃあ山田とかと行って、あの、兄ちゃんとかのとこ行っておいで。いや、私帰るもん。もう帰るの？うん、寒いよ。寒いけど。僕は近いもん。ワンメーターで。まあ俺は企画だからやりきるけどね。ゼロワンのパンツと靴下帰るか。え？で渡して帰るか。そんなにしてくれるの？うん、何も返せないね。いいよいいよ。なんでそんなしてくれるの？かわいそうだ。とつまじしたってもう閉まるやん感じだ。え？なんかある？なんもない。そんな期待してないあんた。あんたな、シルバーとかブロンズなんや、こっちもな、シルバーとかブロンズなんやからさ、こっち。うん、そうでしょ。そんな優しい。だってゼロワンって気前いいねん。ゼロワンって気前いいねん。まあ、私よくしてくれたもん、今まで。うん、今までやったから、こうやってやってくれるのかな。ケーキ買ってくれたね。うん、しゃぶしゃぶ。手袋と手袋と何しゃぶしゃぶ行ったり。手袋と何？パンツと靴下。手袋はいらない。あ、いらない。靴下どんなの？パンツと靴下。どんな靴履いてるの？靴下はローカット。ローカットの、あのパンツは？パンツはピチッとしたやつ。あ、ピチッとね。だから XL。XL だともっこり感がないから、俺は L が好きなんで。もっこり感出したいの？もっこり感出したい。なんかピチッとしてる方が。じゃあ買いに行こう。あの女の子いいでしょ。いや、私生ビールください。はい、あと何かおすすめありますか？
もっこりだね。つまみみたいな。あ、もも肉の天然塩焼きがね。もも肉天然、それちょうだい。はい、わ、はい、かりました、うん。ありがとうね。もっこりかな、じゃあ。ボクサーの、軍勢のブリーフ。それ女の子好きなの？何？女の子どういう…もっこり、私もっこりとか嫌いわ、あのブリーフとか。女の子は？いや、ボクサーパンツがいいでしょ。ボクサーパンツ、何？ L？L？L がいいね。うん。女にモテるパンツ。やっぱ洗濯せえへんなんだぞ。うん？してないから、今履いてるのしてる。キモー、臭そう。なんか発酵してんじゃないの。ちょ、買ってくるわ。お願いします。じゃあね。ありがとうございます。発酵してんねん、この人。発酵してるのはあの人じゃない。5年も使ってないから発酵してんじゃないね。ブーメランじゃない。俺はちゃんと使ってるから。俺は発酵してないと思う。呼ぶんだよ。ここにいたわ。一言呼ぶんだよな。わかる？あの気の強いリリーさんもね、俺には一目置いてるんだね、みんな。わかる？俺の今までの活動がね。リリーさんがそんな売れてない時もね、いろいろやってあげてるんだよ、うん、まだプラチナプラスとかじゃない時ね、うん、でもリリーさんも伸びたからね、もう女帝にまでね。でちょっと今いろいろねあって落ち着いてるけど、広角レンズ合わないな。やっぱ出る杭は打たれるからね。お、さっきいた人だ。スパイダーマン頑張って、お疲れ様。今日稼げなかった。嘘でしょ。一杯飲む、ごちそうしようか。いい、どんまい。そんな日あるで。稼げなかった。この業界も一緒やな、やっぱ稼げないとき稼げない。ゼロワンさんは、おっと来た、69,000円。しゃあ、今日は飛んでます。うん、でも全然足りないね。普段飛ばないから、こういう時に飛ばないとね。生ビールとお通しです。あれ、生ビールが何で2個も来た。頼んだっけ、おかしいでしょ。2個頼んだっけ、頼んだ。トビーのダウンの悪口言ってた。誰が、それ許せないよ。俺の大事なリスナーにもらった。あー、フォローするね。ありがとうね、チョコ、チョコトラブで。ありがとう。生ビールくださいしか言ってないけど、まあいいや。KP。ナイスお願いします。大阪3日目、ハッピーバレンタイン。
日だね。今日何日？14日か。タバコも吸えるし、ここいいじゃん。省いてる。寒くない？リュックの中チョコだらけだよ。もう幸せだよ。ブリコ前にほらいるでしょ。何個？5個。でもいっぱいもらってるよ。あ、Mちゃんあります。サンキュー。ちゃんみきいいよ。でももう本当に嘘はやめて、ちゃんみき。うん。ねえ。マジで嘘やめてね、ちゃんみき。ここで待ってるから。ちゃんみきも仲直りする？おっさんも？おっさん、どんな気持ちで俺にチョコをあげるの？どんな気持ち？あげた、いらない男のチョコなんて。女の子に欲しい。ありがとうね。いや、めちゃくちゃファンでもまさき企画だから、うん、娘の分もありがとうございます。ありがとう。今日の路上ライブダメだった？あんま盛り上がってなかったわ。あんま調子悪かった？大阪編よかった？面白かった？面白かった。じゃあよかった。1万円払ったから。で、選曲どっちがよかった？ AK のがよかったよ。なんで来てるの大阪に。 AK のがよかった。あ、さあちゃんね、ありがとう。ちゃんみき、ゆちゃん、これで7人でしょ。あと3人だね。誰かいない？今来るっていう人2人しかいないから、足りないね、10人まで追いつかないね。チョコいる。まあまあ企画的には欲しいけどね。まあでもリア凸だからコラボじゃないから、ちょっと寂しいかも。来てバイバイのね。でも企
企画だからね。やっと来る前、来ちゃったらもう配信終わらなきゃいけない。企画終わりじゃん。企画潰されるってこと。もうちょっと邪魔しないでよ、深夜って。で、おすすめらしい。あの、鶏肉の炭火焼きみたいな。レモンかけるかな。こういうの案外うまいんだよ。炭火焼きでしょ。これ案外うまいんだ。でこの柚子胡椒つけてね。柚子胡椒。あ、うまいわ。炭火香るわ。うまいうまい。教えてくださいと特に関係ないんだ。ゼロワンファミリーに入りたいです。どうしたら入れますか。ゼロワンファミリー、麻婆豆腐の激うま店がある。うわ、うまそうやね。
チョコ買ってくるから待ってて。チョコ買ってくる。男は半分だよ。うん、あ、ダメなの？チョコ男もファンだったらいい。飲む。いいの？やった。しょうがない。やった。ありがとう。ゼロワンにちょっとチョコ買いに行ってくるわ。でも男はちょっとなしだな。男はなし。男は。男はなし。でもこれビール飲みなよ。いただきます。余ってるから。いただきます。また始まった。コメントジャック。コメントジャック。始まったでこれ。始まったでこれ。うまい。乾杯。ありがとうございます。これ食うか。え、いいの？食べて。腹減った。お腹すいた。ありがとう。え、ゼロワン5個ももらったのチョコ。うん、僕ゼロ個今。ゼロ個か。うん、今ゼロ個。来るんじゃない？来るかな。何個縛りしないの？いや、もう一つでいいの。俺みたいに。もう一つでいいの。一つもらえたら帰れるから。帰れる。うん。一つでいいの。難易度軽いの。いやいや、一つでも来ないの。じゃあ皆さん、山田帰ってほしいっていう人は、ナイス2000までお願いします。下りがウイタン向かってるって。え、でもウイタンは多分ゼロワンさんに会いたいだけやと思うんやけど。そうでしょ。ウイタン一人。え、中田いないんですかね。中田は中田って呼び捨てして。中田この間家で あれやったっすけどね。ウイタンの家で声してたけどね。一人で。嘘でしょ。え、今、ふわっての女配信一番綺麗。俺一回会ったんだよ。浮いたん撮影で。はいはい。ほんと綺麗で、びっくりした。でも今、中田いてるからね。中田いてるから。あ、リリーさんもあれだからね。あれ、リリーさんさっきまで一緒にいたんだ。なんか下着買いに行ってくれた。パンツとか。ああ。優しいよ。優しいよ。仲いいね。リーさん仲いい。仲いい。リーさん仲いい。いや、だから僕消えてほしい人はチョコレート一つ持ってきてください。うん、食べたいな。いいよいいよ、ゼロワンいつもいつも。はい。じゃあつくね。つくね。つくね。つくねとこれ炙りとか。ああいいかも、美味しそう。うん。炙りとつくねとね、つくね2つだよ。つくね2つと、うん、炙りロース。アスパラとか野菜は好き。アスパラも、あ、うん、好き。アスパラ2つ。エリンギは？エリンギも好き。エリンギ2つ。2つ。まだいける？呼んでこようか。うん、店員さん。ちょっと待っててね。やっと対策してもらおう。いや、それがほんま。やっと来たら何とかして。うん、もう後ろから絶対来るんで、あの人、うん、あ、対応してくれる。対応する。そう、うん、それはする。うん、あの、生ビール一つと、はい、ロース炙り、ロース炙り、はい、と、つくねタレ2つ、つくねタレ2つ、はい、で、あとアスパラ2つ、エリンギ2つで、しいたけ2つで、砂ずり2つと、
いたけ2つです、はい、白肝の炙り、これ串かな、串これ皿、串これ、あ、皿ですね、あ、皿なら1個、はい、で、砂ずり2つ、せせり2つ、はい、以上です。ビール先持ってきてください。エリンギがお2つと、キモがお2つと、ロースアブリがお2つと、白焼きもがお2つと、チセリがお2つでいいです。ありがとうございます。いや、やっちょ対策せんとあかんから。消さないでくださいよ、やめてくださいよ。なんでそんなことする。これが山田なりの頑張り方なんだよ、うん、ね、頑張ってんの山田。ありがとう、うん、ゼロワン分かってやれよ少しは。ありがとう、いつもありがとう。初コンボありがとうね。外配信慣れてる慣れてる慣れてる、そう、うん、慣れてる。ヒートテックとか着てる。あ、中にあったかいの着てる。そう、下プロだね。そう、下も2枚入ってるから。あ、プロだ。ビール美味しいわ。あのパチオジの誕生日会、幹事が火薬だから。そうそう、火薬が厳選する。そう、多分呼ばれないと思う、火薬さん。でも絶縁は今やっと、火薬に嫌われてるんですか今。でもやっと絶縁は解除してもらって。そう、そうなの。これで2回ぐらい喧嘩しちゃって。で、今週の日曜日おいで。どこに。競馬。え、いいの。いいんじゃないの。いいの。ダメかな。いや、多分ダメ。火薬さんが怒ると思う。怒る。また2個持ってきた。2個持ってきた。お姉さん、生ビールくださいで2個持ってくる癖あるよ。あ、うん、次から、うん、いいよ2個、はい、いいけど、はい、次から生ビールちょうだいって言ったら1個に、はい、毎回2個持ってきちゃうから、はい、うん、毎回2個持ってくる。で、ウイさんもう来るのかな。会いたいの。いや、ウイさん多分ジェロマさんに会いたいんじゃないかな。いや、会いたいのはですね、配る資格をやるんです。あー、なんかチーズケーキを配る企画をやるの。はい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 。山田飲んでるよ。山田いるからな。ウイタ、そういうこと言わないでよ。みんなで仲良くやろうよ。やろうよ。仲良く。いや、多分ウイタも山田のこと会いたくないはないはず。あ、そうなの。うん。いや、ないない。共通の知人が…中田会長が嫌かも。いや、中田も大丈夫。中田も大丈夫。中田も大丈夫。友達。うん、友達。友達かな。中田多分見てるやろ。どうつながりなの。だから、もう中田は昔からもうずっとこの、もう中田、山田、中田、山田で。そんな仲いいの。あ、うんうんうん、全然、うん。そうですよ。それ知らなかった。あ、そうそう、中田はもう全然。書いてもらう。